こんにちは、吉田さん。私もことさらにね、自分の人生体験を美化するつもりはありませんけども、こうやってね、ネットビジネスを始め、人の人生相談を受けてると、ほとんどの場合が見通しが甘いっていうことしか言えないかなと思うんですよ。一つは、人をね、まとめる立場にずっと私とかいるわけなんですよね。吉谷さんもそんなとこだと思いますけども、誰かの指示を受けて動く立場の人の見える景色っていうのは、言ってみれば山の麓からね、頂上を見上げるような感じなんですよね。いや、見上げてないのかもしれませんけども、でも山の頂上から360度、いろんなところを見ると遠くも見えるし、近いところも見えるし、なんなら降りていくこともできるんで、さまざまな角度からリサーチできるんだろうなと思うんですよね。だからそのヒルズ塾ってものがあったとして、そこにただ参加した人と、私みたいな思いで参加していく人と、気づくところがだいぶ違うのは、確かに吉田さんが言われたように、あるなと思いますよね。言ってみれば、何か作業してお金をもらう方と、人に作業させてお金を払う方と、これ全く判断とか違いますし、それからね、やっぱ人の組織をね、測れるようにはなりますね、多少はね。やっぱこうネットビジネス塾とか言っても、一つの組織体であり利益集団なわけですよ。じゃあその利益をどのように取っているのか、どこからその利益を吸い上げてどのように分配しているのかってことを、小さいながらね、会社なり店舗なりを運営して人を扱っていると、要するに人を扱ってるんですよね、私とかも。そうしてくるとね、本当手に取るように分かってくるんですけども、人を使ったことがない方とかね、使われているだけの人っていうのは、やっぱりね、分からないところが多くてしょうがないかなと思いますし、ある意味自分がなんでね、どんどん時間や人生が楽になっているかっていうと、レバレッジというと聞こえはいいんですけども、結局表現ちょっと難しいんですけども、人に割を食わしてるんですよね、これは。私今すごく感じるのは、世の中はね、たくさんの人が一生懸命働いたりとかして十分なお給料もらえてないわけですよね。でも私は何にもしてない、何にもしてないのにお金の問題だけは全然なくって、どんどん入金されていくわけですよ。で、そう考えると、労働時間に見合った給料っていう概念がもう完全にこれ使われる側の理屈なんですよね。だって世の中の大富豪とか資本家とかね、お金持ちになる人って、一生懸命働いてるんですか？いや、働いてないでしょと。働いてないけどもお金だけ入ってくる。要するに仕事と収入っていうのは別物だっていうことなんですよね。多分この発想もポカーンとしちゃうところがあると思うんですよ。特にインターネットの特質っていうのは、自分が何もしてないけどもネット上のログがですね、勝手に働いてるってところに、その進化があるわけですよね。だから今日活動しなくても、今までの活動が全部ね、自分の時間やお金を作ってくれる。なんなら人脈も呼んでくれるわけですよ。で、今日も速稼塾のね、ご案内申し込みがあったんですけども、これね、1年とか2年前の動画を見て、それでアプローチしてきてるんですよ。だから今日やったことも1年先、3年先、5年先にも行き始めると、まさにこれが今の時代のやり方なんだろうなと思いますけどもね。これがね、やっぱ多くの人は実際にやってないんで理解できない。動画が1万本もあれば、もはやですね、1万本の動画が勝手に動いて、勝手に見られて、勝手に人を呼んできて、勝手に信頼関係作って、勝手に売り上げを立ててくれるっていうね、まさにこれがアバターじゃないかなと思うんですよ。つまり YouTube をはじめとする私たちがインターネット上で活動していることっていうのは、今日一日何かをやったら今日一日分のアバターができてるってことなんですよね。で、しかも、私の場合はこうやって顔出し名前出しなんで、アバターがイコール私なんですよね。どっから見ても久保哲郎でしかなくって、偽ってるところが何もないんで、説明もすごくね、シンプルっていらないっていうかね。だからそういうところではね、本当に8年前9年前になるかもしれませんけども、ヒルズ塾参加して、初日にそれが分かったっていうのはでかかったですね。多分未だに一生懸命ネットビジネス活動したりとかね、情報収集したりとか、あれこれやってる人で結果が出にくいっていうのは、やっぱり圧倒的にそこなんでしょうね、きっと。組織を持っているのか、ね、それがたとえ一人しか部下がいない組織であってもですよ。でも大抵の人は一人の部下を持つどころか、いつまでたってもその部下で居続けてるんでしょうね。で、選択肢もないし、苦渋をなめる時もあったりとか、いわゆるね、割を食わされ続けている。その一つがピンハネの多さじゃないかなと思うんですよ。一人人が活動してきて、
何も途中でね中抜きがなければ10やったら10受け取れるのに、誰かと組むことによって受け取るべき10がなぜかね1とか2になっちゃってるみたいな、それでいて人との関係を維持するためのコストがかかるみたいなところがあるんじゃないかなと思うんで、まあ、私にね人付き合いのその力量がなかったといえばそれまでなんですけども、でもね、これもだから自分のことを高く評価するわけではないんですけども、私に人付き合いのスキルがないとすれば世の中の人ほとんどないだろうなと思うんですよ。でもなんか無理やり付き合っちゃってるんで、まあ泣くことが多いかなっていうところなんじゃないですかね。世の中の悩みのほとんどは人間関係だって言いますけども、そもそも人間関係なくていいのになんで持っちゃうんだろうみたいなところがありますけどもね、なんか迷惑かけられたりとかね、足を引っ張られてよしやってやらないけんなとかね、自分のそれこそ命を投げ打ってても解決してやりたいなっていうのは、まあ、そんなに多くないと思うんですよね。とてもじゃないけど赤の他人に対してそんなこと思えないですし、付き合いの薄い人間に対しても思えないですし、まあ一生一緒にやっていくかもしれないなこの人とはなっていう人にだけじゃないですかね、そういうふうに一心同体になれるのって。でもなぜかねいつ切られるか分かんないような関係に対して強い信頼感とかをね、いわゆる妄想を抱いてしまうってところが苦しみの元凶ではないかなと思いながらの今回の動画でしたけども、なんか今回の動画ねやっぱ私はねやっぱ違うなっていうのをつくづく感じさせるのが、もう全然人から聞いたことがないような概念ばっかりね私の内側にあるんですよね。まあだから一等地を抜くこともできるんでしょうし、まあ、ここまでね考え方変わんないと違わないと違う人生には乗れないんじゃないかなと思いますよね。あ、ちなみにね今日もあれ来たんですよ。あ、吉田さん言ってなかったですかね。私ねずっとね大和くんと過ごしながら、私が何を考えてどうしてるのかとかね、何を学んでいるのか、どのようにそれを使ってきたのかっていうことを YouTube でずっと表現しながら、まあ、大和くんと遊んでる動画出してるんですけども、もうこれがねすごく参考になるということでね、私有料の相談を始めたんですよ。パパ活相談有料版とか言ってね、いくらだったかな、10分で3000円1時間で5万円みたいなねアンバランスな料金設定で始めたんですけども、これがね一昨日申し込みが女性の方からあったんですよ。私は子育てで失敗しましたと、気がついたらもう私は子供に全然信頼されずに、でその分仕事にぶち込んできたんだけども、仕事でもねなんか結局何をやってたんだろうみたいな今に至って、仕事も子育てもどっちもどっちも犠牲にしてきたはずなのに一番犠牲にされたのは私でしたみたいなね。だからなんかこう相当な深い思いがあるんだろうなっていうところでね、昨日入金をしてくださったそうなんですよ。早速金額はあなたにお任せしますって言ったんですけども、なんかちょっとね考えられない金額がねまた振り込まれてきてね、この前もね久保さん誕生日おめでとうございますとか言ってね100万円振り込んでる人がいるわけですよ。で久保さんの夏に買ったセルシは僕が払いましたみたいな感じでね、まあいただきますよって話ですよね。私はこうやって YouTube ね適当に喋ってるだけなんですけどもね、存在が知られるってことはいろんなチャンスがこう芽吹いてるなっていうところもありますし、久保さんの車は自分が買ってあげたんだっていう風なね気持ちで見たいっていう、そんな動機もあるんですよね。やっぱ受け取り方は様々ということです。少なくとも私が嫌いな方はこの動画をね見なくなると思いますんで、どん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 動画の視聴者数が減るってことは、あ、自分と合わない人が減ってるなっていう感じでね、今はねウキウキしてて数字が走んないっていうのはいいことだなと思いますよね。まあこんなところですかね今日はね。じゃあ行ってらっしゃい。